ハンゲショウは、ドクラミカハンゲショウ族に分類される多年草の一種である。カタシログサとも呼ばれる。水辺や湿地に生え、高さ1メートルに達し、葉は個性する。夏に小さな花が集まった細長い草状果樹をつけ、その周囲の葉が白く変色する。東アジアから東南アジアに分布し、日本では本州以南から報告されている。利尿、下毒、 下熱作用がある木薬とされ、ロ白ウと呼ばれる。また干渉用に栽培されることもある。多年生の草本であり、特有の周期があり、また精油を含む。太く長い地下茎が横に這う。そこから伸びた地上茎は高さ3 1 0 0トルになる。葉は誤生し、葉芯は卵茎から非心状卵茎、5 5 x 2 0トル、先端は尖り。 基部は心形、葉脈は手のひら状で5ナノ脈。葉平は長さ15センチメートル、幅広で背面に量がある。卓葉は膜質で一部葉平に合着している。一栄茎と、葉チビット、葉と、果樹ワンシー葉と、果樹花器は6、8月。香りがある。小さな花が多数集まり長さ10、15センチメートルの相乗果樹を形成し、調整、または、 葉と体勢上につく。果序は初めは下水しているが、後に次第に上を向く。花期になると果序に近い数枚の葉が白くなり、倉庫な者への広告灯となるが、花期が終わると再び緑色になる。蜜線を書くが、花粉を餌とする中倍花であると考えられ、花虫が放火することが報告されている。果序軸には宿毛がある。花柄は長さに3ミリメートル。 花規部にツトがあり、花は、両性、花碑をかき、おしべは6、7個、めしべは3、5個のリナマ心側からなる。めしべは、脂肪上位、円辺腹座でかく心側に2個の胚種をつけ、下中の情報内面に中等がある。果実は、分離下、1.53mm、褐色で、表面は、シワ状、無毛。種子は、楕円形、長さ約ートル、褐色で、 表面は平滑。染色体数は 2n イコール22。に、足下出現の半化症日本、韓国、中国、ベトナム、台湾、フィリピンに分布する。日本では、本州、四国、九州、沖縄から報告されている。低地の水辺や湿地に群生する。半化症は、 日本全体としては絶滅危惧等に指定されていないが、生育に適した土地が減少していることなどによって減少し、下記のように地域によっては絶滅危惧種に指定されている。以下は2020年現在の各都道府県におけるレッドデータブックの統一カテゴリ名での気球度を示している。カラス微尺、半月症の名の由来は七十二項の一つである、半月、 小酢の頃に白い葉をつけるためとする説と、葉の一部を残して白く変化する様子から、半下症とする説がある。季節名としての、半下。小酢は、この頃に半下が生えることに由来するとされる。また葉の片面だけが白くなることから、片白草とも呼ばれる。ありがとうございます。